はい、どうもこんにちは。ハルバード共和国です。今日はですね、9月に発売されるホットビールの情報についてやっていきたいと思います。で、まあ今月ね、注目すべきは、このね、セブンイレブンの方で、以前ね、出ていなかった保管アソートがね、今月に発売されるということで、まあそちらもね、注目という形になってます。ちなみになんですけれども、まあこちらね、ファンクラブの方ではちょっとね、ごちゃごちゃしてるんですけれども、本来まだね、10月は発表されてませんしね、このセブンイレブンにて販売っていう、セブンイレブンの販売は9月になりますので、まあ、そのあたりね、ちょっと注意してください。で、まあ今月のメインラインの方はですね、L アソートと M アソートの、まあ、混合という形になるみたいです。ではね、まず普通にメインラインの方をね、見ていきたいと思います。で、この6種類、この上にあるこの6つがね、新金型になってます。まずは、こちらね、おそらく2019の間違いだと思いますね。2019キアスティンガー GT ということで、まあキアというとね、韓国車であって、ヒュンダイグループのね、一つになると思いますけれども、まあ、結構ね、ホットビールだと珍しいですよね。で、まあ僕自身もですね、ヒュンダイのジェネシスね、持ってますけども、このキアっていうのはね、おそらくホットビールの商品としても多分初めてなんじゃないかなというふうに思います。はい。でね、まあこちらの車はですね、BMW ですとか、アウディとかね、ベンツとか、あとはレクサス、まあそういったね、ラグジュアリーカーに対抗して、作られた、車だと思うんですけれども、まあ、結構ね、評価が高いみたいですね。まあ、ちょっとね、このフロント周りはなんか、キドニーグリルにね、見えなくもなかったり、まあ、あとはね、ライトがプリウスっぽかったり、まあちょっと、っていう感じもしなくもないんですけれども、まあね、こちら、ゲットしていきたいと思います。続いてはね、ランドローバーディフェンダー90ということで、まあ通常のね、ディフェンダーの前後がね、ちょっとキュッと、縮まった感じに見えますね。で、まあこのミニカーとしてはね、僕の好きな赤黒ですし、このね、サンルーフの方がね、クリアパーツになってて、まあ結構出来がいいので、ゲットしたいなと思ってます。ちなみにですね、このサイドにある数字は、左右でね、違う数字が書かれてるみたいですね。続いては17年ランボルギーニウルスということで、まあウルスはね、ホットビールで以前出てたと思うんですけれども、まあ金型をね、新しくしたという感じのようです。で、まあカラーリングとしては黄色ということでね、こちらトミカでも、マジョレットでもね、出てたかと思いますので、まあ比べてみるのもいいかもしれませんね。で、まあ結構ね、このフロント周り、グリル周りですね、グリルのあたりが、まあ、全部ね、担保印刷かと思いますので、まあ、担保ずれがちょっとね、気になるところですね。続いては、アスタナホットということで、まあ、こちらはですね、YSP のアニメ版ですね、そちらに登場してくる劇中車になるんだろうと思います。まあ、なのでね、パッケージにはですね、そのアニメのキャラクターが、まあ、載っているんじゃないかなというふうに思います。で、このミニカー自体はですね、ちょっと買うかどうか悩んでるところですね。まあ実物を見てから判断したいかなと。まあそこまでね、人気が出るような感じではないんじゃないかなと思いますので、まあ実物を見てからね、判断していきたいかなという感じです。続いては、サーフズアップということで、オリンピックのセグメントの一台になってます。で、今回はですね、このオリンピックのセグメントは、これとですね、それから、トレジャーハントの、ものと、あとはこちらのですね、これですね。はい。この3台がね、入ってくるみたいです。で、まあ、個人的になんですけれども、まあ、以前もね、言ったように、オリンピックのテンカーパックがね、出るんじゃないかなというふうに思ってましたんで、まあ、そちらの方を買ってね、まあ、メインラインの方はいいかなというふうに思ってたんですけれども、まあ、なかなかですね、発売するっていう、まあ、アナウンスもないんで、ちょっとね、集めようか迷ってるところです。まあ、今ならね、まだ間に合うかなという感じもあるので、ちょっとね、買うかどうか迷ってるんですけれども、今回ね、ちょっと3台入ってきますし、まあセブンイレブンの方でもですね、2台ほど入ってきますので、まあそれらの、集め具合というかね、購入のね、出来具合でね、判断していけたらなというふうに思います。まあ今回もね、ちょっとどうしようか迷ってるところです。続いては、89年マツダサバンナ RX7 FC3S ということで、まあこれがね、おそらく、まあ今月の一番人気になるんじゃないかなというふうに思います。まあなかなかね、出来も良さそうですし、赤っていうのもね、いいですよね。で、まあ以前ね、ポルシェの944、ね、その赤い色ね、出てたと思うんですけれども、まあ、そちらとね、まあかなり似てる車種なので、
並べてみたいなというふうに思ってます。まあ絶対にね、これは手に入れたいんですけれども、まあ当日買えるかどうかはね、運次第という感じかなというふうに思います。続いては、ロジャー・ダッチャーということで、まあダッチチャージャーをね、モデルにした架空車になるかと思います。で、前回は黒金ですね。黒と金の、まあ、カラーリングだったかと思うんですけども、まあ今回はね、水色のような、まあ緑のような、まあそういった不思議なカラーリングになってます。まあこれはね、車種自体は結構人気の車種なので、当日にはね売り切れるかなっていう感じかなと思います。まあ、僕個人的にはですね、前回の黒金を持っているので、まあ今回はスルーでいいかなというふうに思ってますね。でこちらアートカーズなので、ルーフの方にね R の文字が入ってます。続いては19年フォードレンジャーラプターということで、まあ以前ね白を基調にした、カラーリングで、この独特のねデザインが入った出てたかと思うんですけども、今回はね赤がメインになってます。でこのね赤黒白という、まあ、僕好みのカラーリングなので、まあこれはねぜひともゲットしたいなというふうに思います。続いてはアルピーヌ A110 カップということで、まあ多分ねサードカラーになるかと思います。で、まあ、前回までは青をねメインとした感じだったんですけれども、今回はねシルバーになってますね。まあ、個人的にはこのサイドのねデザインはまあなくてもいいんじゃないかなという感じもしなくもないんですけれども、うん、まあどうでしょう。はい。まあ、どれくらいね人気になるかちょっと気になるところではあります。続いてはアートカーズですね。92年フォードマスタングということで、まあ基調とされてるねメインの色は地味なんですけれども、デザインはね結構派手めという、まあ不思議な感じになってますね。で、まあこれもね、アートカーズなので、こちらは O の文字が入ってます。続いては、モッドロッドということで、まあ今回かなりね、まあいつもね、かっこいいんですけれども、まあ今回もかなりかっこいいなというふうに思います。まあ、前回はね、レッドの、ワインレッドのメタリックというか、まあサテン系だったかなという感じなんですけれども、今回はね、マットブラックということで、はい、それにね、赤色のサシが入ってて、まあめちゃめちゃかっこいいですね。で、ちなみにですね、このモッドロッド結構この、マフラーですかね、この部分が、まあ、サビがねあったりなかったりっていうバリエーションがありまして、まあ意図しホットウィールがね意図的にそういったバリエーションをしてるかというとちょっと微妙なんですけれども、まあそういったね、バリエーションも一応あるので、まあ、そのあたりもね、はい、今回、もし2つあれば、ゲットしたいなという感じです。続いてはテスラモデル3ということでね、まあテスラはね何度も言いますけど毎回不人気車なので、まあ売り切れることはないんですけど、僕はね結構好きな、メーカーなので、まあ、今回もねゲットしていきたいと思います。続いては70年フォルクスワーゲンバハバグですね。まあトゥーンドなのでデフォルメされた形になってます。で前回はねホワイトだったかと思うんですけども、まあ今回はねレッドになってますね。まあトラックマンガーほどではないと思うんですけれども、まあこれもねそれなりに人気だと思いますので、まあね当日には売り切れちゃうんじゃないかなというふうに思いますね。で続いて、はい、バットマンですね。テレビシリーズのバットモービルということで、こちらがホットウィール ID になるかと思います。まあこれはねおそらく通常版なんですけれども、まあ ID としてね入ってくるんじゃないかなというふうに思います。でまあ僕個人としてはですね、まあ、バットマン系はあんまり買わないんですけれども、 ID のね通常版はまあ毎回ね買っているので、まあ、これも、まあ、あればね、ゲットしたいかなという感じですね。続いては、コルベット C7 GO6 ということで、まあ、ホワイトのね、車体に、ボンネットの部分、ルーフの部分のね、黒が入ってる、ツートンカラーになってます。はい。でね、まあ、毎回ね、思うんですけれども、まあ、このね、ホットウィールやりがちな、フロントライトの担保印刷、まあ、僕はね、好きじゃないんですけれども、コルベットに関してはですね、まあなかなか出来がいいっていうか、馴染んでるというかね、あんまり違和感なくね、見れるので、はい、その点はね、結構いいんじゃないかなと思います。まあ結構ね、ミニカーとしての完成度も高いんじゃないかなと思います。続いては、52年シェビーということで、まあ、これはね、人気になりそうですね。マットブルーですかね、にウェザリング塗装が入ってるということで、まあ、これは人気になりそうだなと思います。でこちらもね、シェビーの、同じようなね、ピックアップになってるんですけども、69年シェビーピックアップということで、こちらはですね、L アソートの、トレジャーハント、スーパートレジャーハントになるかと思います。
で、これがね、通常版ということですね。はい。で、僕はね、スーパートレジャーハントのノーマル版、毎回買っているので、こちらもね、ノーマル版ゲットしていきたいなというふうに思ってます。続いては、92年 BMW M3 ということで、一応ね、パトランプはついてないんですけども、パトカーですよね。まあ、レスキューと書いてるんですけど、パトカーだと思います。で、ポリゼイと横に入ってるので、ドイツ警察なのかなと思うんですけれども、カラーリングはね、なんかドバイ警察みたいだなということで、まあこれが実際に、ね、実写としてあるのかなっていうのがね、気になるところではあります。まあおそらくね、このミニカーは売れ残りかなという、売れ残る感じがプンプンしますね。続いては91年、マツダ MX-5 ミアータということで、まあおそらくですけど3色目かな、ちょっとわかんないですけど、はい。赤とかね、あと水色とか出てたかと思います。まあ、僕はね、その両方持ってるんで、まあ、今回は買わなくていいかなと思ってるんですけれども、まあ、間違いなく争奪戦になる一台かなというふうに思います。続いては、69年フォードマスタングボス302ということで、これはですね、アメリカの有名な、まあ、ドリフトをやるね、方がいらっしゃって、まあ、そちらの方が持ってる車をミニカーにね、再現したという感じのようですね。で、まあ、注目すべきは、このね、フロントライトに担保印刷が、あるみたいです。はい。まあ僕としてはですね、まああれば、ゲットしたいかなという感じですけども、まあ無理してね、買う必要はないかなっていう感じはありますね。続いては、サンドブラスターということで、これは半架空車ですね。フォードの F-150 のラプター、そちらをね、ベースにした架空車になってるかと思います。で、まあこちらね、なんといってもオーラカラーで、黒赤なので、まあ僕はね、絶対にゲットしたいなという感じです。続いては、ホットウィールフォードトランジットコネクトということで、まあ、一応ね、パラメディックということで、救急車になるんだと思います。まあ、実際にね、まあ、こういったカラーリングの、まあ、この実写のね、救急車があるのかな、どうかっていうのがね、ちょっと気になるところですね。で、まあ、以前ね、こういった形の、まあ、救急車、架空車で出てたかなっていう感じがありますね。同じようなね、カラーリングで出てたかと思います。続いては、73年、フォードファルコン XB ということで、こちらもですね、緑色にイエローのね、フレームスが入ってまして、ポネットはね、ちょっと黒入ってまして、まあ、かなり渋くてね、かっこいいですよね。リアはね、エアロがあったりということで、まあね、これ、丸目4灯なので、まあ、同じ同色でね、塗装すると、さらに雰囲気が出るんじゃないかなと思います。まあ、これもね、争奪戦だと思います。続いては、65年、フォードギャラクシーということで、まあ、これもね、まあ、似たようなカラーリングのフレームスになってるんですけれども、こちらがですね、M アソートのスーパートレジャーハントになるかと思います。まあ、これはね、通常版ということで。まあ僕もね、漏れなくこれは欲しいかなという感じです。まあゲットできるかどうかっていう感じですね。で、最後にカスタム18年フォードマスタング GT ということで、レースチームのね、カラーになってるんですけれども、まあ、これまでになくね、ちょっとなんか凝った担保印刷だなと。いう感じがして、まあかなりかっこいいんじゃないかなと思います。で、リップスポイラーね、ギミックがついてるかと思いますので。で、まあレースチームはね、結構そんなに人気になるようなセグメントでもないので、まあできればね、僕はゲットしていきたいかなという感じです。で、続いては、セブンイレブン限定の、はい、こちら見ていきたいと思います。まあ一応ね、発売の時期は10月上旬って書いてるんですけど、まあ9月中旬かと思います。はい。で、まあね、ちょっと中旬っていうのはね、何日かまではちょっとわからないので、まあなかなかね、入手が困難かなという感じですけれども、まあなんとかね、回っていきたいかなというふうに思います。で、アソート的には、G アソートと H アソートですね、の保管アソートですね。確か6月に、メインとして発売されたやつの、まあ、保管になるかと思います。それがね、7月に来なくて、ちょっとね、話題になったっていうね。まあ、その余りがね、ちゃんとこうやってセブンイレブンで発売してもらえるということなので、まあ、かなり嬉しいなという感じですね。で、まず1台目なんですけれども、クライスラーパシフィカですね。まあ、これはおそらくサードカラーだと思います。今まではブルーとレッドが出てまして、まあ、今回ね、ブラックということで、はい。まあ、これはね、2つともね、今までのカラーはゲットしているので、まあ、こちらもね、個人的にゲットしていきたいかなと思います。続いて、ロボレース、ロボカーということで、
これもね、実際は架空車にかなり見えるんですけれども、実車なんですよね。で、毎回結構余ってる印象があります。まあ、僕はね、結構買ってるので、まあ、今回もあればゲットしていきたい一台です。続いては BMW K1300R ということで、まあ、1300cc の、まあ、バイクですよね。まあ、カラーリングとしてはブラックにシルバーということで、普通にね、ありそうなカラーだなという感じですね。で、まあね、個人的にバイクの実車というと、まあ、ドゥカティと BMW 以外にね、あんまり、まあ、あとモンキーもありますけどね、まあ、もう少しこう大型のね、バイクで、まあ、ホンダとか川崎とかね、まあ、そのあたり出ていただけるとね、ヤマハとかね、あるので、まあ、そういったの出てほしいなっていう感じなんですけどね。毎回 BMW ぐらいしか出ないので、はい、もっと出てほしいなと思います。続いては68年シェビーノバということで、まあ、今回ね、シャークマウスです。はい、赤色のシャークマウスということで、まあ、前回はグリーンでしたけどね、まあ、シャークマウスかなり人気の車種になるかと思いますので、まあ、こちらも争奪戦になるんじゃないかなと思います。まあ、前回のね、グリーン持ってる方でしたり、あとはね、マッスルバウンドでしたかね、あの架空車もあったかと思います。そちらとね、並べてみるなんていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。続いては、イオンですかね、イオンモータースラッシャーということで、これもね、スクリーンタイムなんですけれども、ワイルドスピードのね、アニメ版の劇中車になっているかと思います。まあ、このミニカー自体ね、かなりかっこいいですよね。で、色もね、紫ということで、まあ、僕はこれゲットしたいなっていう感じがしてますね。はい、まあ、おそらく架空車だと思うんですけれども、まあ、かなりかっこいいですよね。で、続いてはボーンシェイカーです。まあ、毎回ね、ボーンシェイカーそんなに買わないんですけれども、まあ、この色はね、個人的に好きな色なので、まあ、あればちょっとね、ゲットしたいなっていう感じです。ちなみにですね、ルーフはありですね。まあ、ないやつもね、あるんですけども、今回はね、ルーフあり仕様になってます。続いてはダットさんブルーバードですね、ブルーバードワゴン510ということで、これがおそらくね、今回の一番人気なんじゃないかなと思います。で、去年あたりですね、このワゴンじゃないやつの桃カラー出てたかと思うんですけども、今回はね、ワゴンの桃カラーということで、前回持ってる人はもうね、購入必須という感じなんじゃないかなと思います。まあね、チームトランスポートのね、桃のやつと、並べてとかね、遊ぶっていうのも、まあ、なかなか面白そうだなと思います。ゲットできるかっていうとね、まあ、なかなか難しいかと思うんで、まあ、運次第かなっていう感じですね。続いてはマクラーレン P1 ですね。まあ、僕は結構 P1 買うんですけれども、まあ、今回はどうかな、カラーリング的にどうかなっていう感じですね。まあ、実物を見て、判断したいかなという感じです。で、続いて、70年ダッチパワーワゴンということで、まあ、カクカクとしたね、ピックアップ、まあ、このカラーリング的にはですね、あの以前ブールバードのシェビーシルバラードとね、まあ、かなり似たようなデザインだなっていうふうに個人的には思うんですけれども、はい、今回はね、ダッチですね、メーカーが違いますね。で、まあ、おそらくこのフォグランプなんですかね、これがクリアパーツになっているかと思います。はい、で、まあ、今回のね、アソートにも架空車なんですけれども、オリンピックのね、セグメント2台登場してます。まあ、こちらもね、買うかどうかっていう感じですね。まあ、悩んでます。はい、続いてはプレミアムカーコレクターセットアソートブラックホールギャッサーということで、まあ、以前ね、チームトランスポートで出てた2台と、新しい2台を含む4台のセットになってます。で、以前出たのはレトロリグとスーパーノバですね、そちらの2台が今回もついてくるということで、まあ、残り2台がですね、マーキュリーのコメットサイクロンと、あとはね、ウェルエアギャッサー、その2台が新しくついてくるという形です。まあね、前回トランスポートを買ってる方はですね、まあ、またかよという感じもあるでしょうし、まあ、値段がね、3800円プラス税という、まあ、お高めなだけにですね、まあ、今回はね、ちょっとね、余っちゃうんじゃないかなっていうね、予想をしてるんですけれども、個人的にはですね、結構好きなデザインですし、はい、まあ、毎回ね、このコレクターセット買ってるので、まあ、今回もね、買っていきたいかなと思ってます。発売はね、9月下旬ということなので、まあ、おそらくね、26日になるかと思います。続いてはワイルドスピードのプレミアムシリーズクイックシフターズということで、まあ、YSP のね、プレミアムライン、今回登場します。で、まあ、今回はね、日本車が3台、
登場ということで、まあ注目すべきはね、こちらの2003年のホンダ NSX タイプ R ですよね。まあこちらね、よく見ると、おそらくですけど、フロントライト、クリアパーツになってると思います。まあ、かなり出来がいいんじゃないかなと思いますね。で、先月ですね、トミカの方でこちら出てますので、まあそちらとね、見比べるっていうのも面白いかなと思います。まあ、あとはね、このホンダ S2000、プレミアムラインでね、やっと来たかっていう感じの車種になってるかと思います。で、まあ毎回ね、僕はトイザラスで買ってるんですけれども、トイザラスのね、YSP のプレミアムアソートは、まあかなり最近入荷が少ないなっていう印象があるので、どうかなっていう感じですね。まあイオンですとかヤマダとかね、まあそういったところで買った方が、まあ最近はですね、ドンキホーテで結構入荷が多いなっていう印象があるんですよね。まあメインラインというよりは、この YSP のプレミアムアソート、まあこちらの方が結構ドンキホーテでは入ってるなっていう印象があるので、個人的にね、どこで買うか迷っているところですね。で、値段は700円プラス税ということでね、プレミアムラインの値段になってます。発売の時期は、9月下旬ということで、まあおそらく26日になるんじゃないかなと思います。続いては、こちらね、ちょっと間違ってるんですけれども、モンスタートラックになりますね。はい。で、注目すべき車種いろいろありますけど、まずドンキコングですとか、まああとはね、前もあったかと思うんですけれども、サメとね、トランが合体した、こちらのミニカーですとかね。まあ、あと、ロジャー・ダッチャーなんかも出ますし、ティーネイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズのね、デザインのミニカーですとか。まあ、あとはね、前もね、出たこのフォルクスワーゲンのね、この実写のやつも出たりですね。で、まあ、ちょっとね、詳しくはわからないんですけども、このビッグフットっていうのが結構注目の一台らしいですね。はい。まあ、もし買えたらもしかしたら買うかもしれません。で、発売の時期はですね、9月中旬ということなので、まあ、12日か19日か、ね、どちらかっていう感じだと思います。で、値段はね、600円プラス税となってます。で、最後はですね、ホットウィルスタジオキャラクター化アソートマーベルということで、まあ、マーベル系のね、ミニカーまた登場です。まあ、結構売れ残ってる印象があるんですけど、なんかどんどん出ますね。はい。で、まあね、こちらのね、キャプテンアメリカなんかは、まあ、これはどうでしょう、人気になるのかな。はい、ボンネットにね、シールドがくっついているという、まあ、かなり斬新なデザインですけども。車自体もですね、結構実写チックなので、まあ、売れるとしたらこれかなという感じがしますね。で、発売の時期は9月中旬ということなので、12日か19日かと思います。で、値段は600円プラス税となってます。はい、ということでね、一通り、今月発売のホットウィルの情報をね、見てきたわけなんですけれども、まあ、なんといってもね、やっぱり、まあ、出るか出ないか、ちょっとね、不透明だった、まあ、6月のね、保管アソートの方が、セブンイレブン限定という形でね、登場してくれたのは、結構嬉しいかなという感じですね。はい、まあ、ただね、セブンイレブン限定なので、まあ、実際にね、買えるかどうかっていうのは結構不透明というかね、まあ、運の要素もかなり強いんですけれども、まあ、できる限りね、頑張って買えたらなと思います。で、まあね、普通のメインラインの方も結構充実してますので、まあ、なんとかね、欲しいものをできる限りゲットしていきたいなというふうに思ってます。はい。ということで、今回は以上になります。チャンネル登録やね、高評価等々よろしくお願いします。まあ、あとはね、ツイッターの方もやってますので、まあ、そちらの方もね、ぜひご覧ください。ではまた。